ミンゴ七部会脱退から誤報の一件、あんたらのもっと上からの指示っちゅうことですかい。なぜドフラミンゴごときのために世界が振り回されにゃいけんのですか。今後も子飼いなことがあっちゃ、わしが元帥としてカッコつかんですけ。へこむわきゃねえよな。名門にゃ罪人は邪魔なんだからよ。そうでもねえよ、俺は昔から気が利く方なんだ。どうだ、気が利くついでにさっきの罪人、処刑より先に俺が首を落としてやろうか。試してやろうか。試させてほしいのか。申し訳ありません。手を尽くして探したのですが発見できません。どうやらこの敷地内にはいないようです。お上の言うことには逆らうなとは教わらなかったか。おめえら幕府の入国管理局の者だ。あんたに仕事の依頼に来た。よろず屋さん。なんだこいつは。いつの間に。いや、気づかなかったわけがねえ。こいつは今突然現れた。攻撃された。いや、されてはいねえ。地高生の技か。だとしたらあの時。リアス・グレモリー。赤龍天。死にたくなければ今すぐにこの場を離れろ。え、そこの悪魔よ。シャルバと言ったか。お前は選択を間違えた。しぶとい女将軍、殺す。おお、帰ったか、マリー。早かったな。おお、君があの一条のせがれか。大きくなったな。父親にだいぶ似てきたんじゃないか。ゆっくり話そう。親父さんは元気かい。あ、はい。この傷。影山くん、悪い子はどれだ。吐いてる吐いてる。今言ったセリフ全部俺が吐いた情報でしょうが。そうだ、子供とは思えんパワーだ。それは今晩の売り上げとお前の心がけ次第さ。極上のダンスを踊るんだな。今宵自らの命をかけて。何を慌ててる。大丈夫だよザップ、あいつも手加減するさ。殺しゃしねえよ。化粧品だの派手な服だのバッグだのには文句は言わん。お前が自分で稼いで買ったものだからな。だがこれは別だ。こういうものは子供に悪影響を与えるとニュースでも言っている。鵜呑みにするわけではないがな。だがいい年にもなってこういうものばかりしているものはオタクだのなんだのと蔑視されているのだろう。ユアンはのんきなお前たちのことを考えてわざと反対意見を口にしているのだ。あれにはロイドには立派な育ての父親がいる。支えてくれる仲間も守るべきものも戦うことから逃げ続けた卑怯者などロイドには必要ない。おい黙れよ。他人の言葉を借りる人生なんて俺はもう卒業したんだよ。ビリーのビリーはロカビリーのビリーだ。抱くんじゃねえ、うそって。だって、私たちみたいなクリーンの関係。こら、ケンタ。館長は禁止地、学級会で話をとるわ。うるせえ、アリクサーとは。すいませんね。悪ガキは何言っても治らんとですよ。どうも。いや、イケメンの集大ほど笑うもんは泣かねえ。こいつ。店主、世話になったな。礼を言う。考えてみれば7000日もの間ただ待ち続けるのとわずか7日待ち続けるのを1000度繰り返すのではまるで意味が違うな。なに、こん
な可愛い子に会えて機嫌悪いわけねえだろうが。もう、うまいんだから。いや、本当だって。しかしよくまあ、信夫もこんな可愛い子を捕まえてきたな。いやいや、それも男の器量のうちだって。しかし、よく俺に声をかけてくれたな。けしからん。こんなところに出入りしていようとは。しかも部屋にはあんなものまで。アニメ、漫画、ゲーム、なんと低俗で愚かな趣味だ。ヘルハウンド。ロイドのやつめ、いつまで待たすつもりだ。ロイド、ロイド、ナルゴロイド。なんという失態だ。貴様には心底失望した。わしの大好物のチョコレートを完備するのが当然なのに。なんじゃこのスイカは。うわっ、ヘイズル、サスパー、ヘイズル、貴様には全く解いてろ。いいじゃないか、少しくらい。葵ちゃんは物知りだな。葵、ウツボ大好き。おじさんもウツボ大好きだよ。そうだな。それはママに聞かないと。突然、しかもこんなところで驚くかもしれないけど、これを君に。